実写動画を撮るたびに言われる生活感がすごいミネットです。というわけで今回はですね、ついにやってきました集まれ動物の森の一番くじですね。2020年の8月15日から始まりました集まれ動物の森の一番くじなんですけど、僕の地域では8月16日から始まりまして、5回今回は引いてきました。でなんで5回なのかっていうと、もともとね2018年と19年、これ3回目なんですよね一番くじって。なんですけど18年と19年はコンプリートしまして、簡単にコンプリートできたんですよね。まあなんでかっていうと引きに引く人がほとんどいなかったので、2週間経っても普通にセブンイレブンのお店とかに置いてましたっていうのが多くあったから、まあ、簡単にコンプリートできたんですけど、今年はね集まれ動物の森が、まあ、始まったということもあって、引きに行きたい方っていうのはたくさんいらっしゃるかなと思って、今回は5回にしておきました。まあ、地域にねよると思うんですけど、自分の家の近くのセブンイレブンは3店舗が集まりの一番くじやってて、でその3店舗って言っても一番くじって1つの店舗に多分50個ぐらいしかないと思うんですよね、引きに行ける数が。で3つ合わせても150個しかないし、まあ他のね YouTuber さんコンプリートした動画とか上げてると思うので、今回僕は5回にして他の方に譲りたいなと思います。では早速5回の結果を見ていきまーしょい。これですよね、これがどうしても欲しいっていう話をしていて、俺最初これカードかと思ったんだよね。全然違ってて、すごい凝ってるなっていうのが伝わったあれなんですけど、これ一番くじのめくるやつが、裏画面が住民になっておりまして、で自分で引くわけだから、自分が好きな住民を引けるわけですよ。なので僕は、まあ、後ろのお客さんとかもいたから、そんなに選んでないんですけど、桃子と、あと、ブーケと、あとカモミちゃんと、あとリリアン、そして最後ガンテツというメンバーにしました。でガンテツはもともと飛び出せ動物の森のサブ村にいたんですよね。なのでガンテツ引いたのと、まあ、モモコはねミネミネ島にいるということで、モモコを引いたのと、あとはパパパッと引いたので、カモミちゃんとブーケと、あと、まあ、リリアンという感じになっております。ではまず当たったものから紹介していきます。まずはですね、 G 賞のデザインタオルが当たりました。これですね、こちらが当たったんですけど、こちらですね、G 賞のデザインタオルが当たりました。しずえさんかな、しずえさんが写ってるのと、あと家具の葉っぱのマークが写っている可愛らしいデザインになっております。こちら後ろに集まれ動物の森の一番くじのマークが載っているしずえさんの一番くじが当たりまして、これが G 賞で1個と、お、かわいい こちらですね、もう1個デザインタオルが当たりました。しずえさんと、あとつぶきちまめきちと、とたけけと、あと住民ですねが写っているタオルになっております。アニマルクロッシングって書いてあって、あとはあれですね、家具の葉っぱとフルーツ類が写っているデザインタオル、こちらがG 賞でもう1個当たりました。そして G 賞がもう1個当たりまして、これがねかなりでかいんですけど、デザインタオルもう1つですね。なんかすごいでかすぎないこれ、長いな、全然カメラに収まりきらないんですけど、これがG 賞のデザインタオルが最後1個当たりました。いやなんかね、一番くじ一応見てたのは見てたんですけど、商品の情報とか、こんなに長いと思わんかったな。これが当たりました。ウェルカムトゥデザーテッドアイランド、あー無人島へようこそってことか。いいね、なんか集まれ動物の森っぽい感じのデザインタオルになってますね。ウェルカムトゥデザーテッドアイランド、こちらが集まれ動物の森最後の G 賞のデザインタオルになってるんですけど、みすずちゃんじゃないこれ、みすずちゃんが写ってるのかな。なんかヤシの木と、あと住民の家と、多分真ん中なんかシルエット的にみすずちゃんっぽくない、新しい集まりから登場した、まあ、そんな住民のシルエットが写っているデザインタオルが最後当たりました。こちらで G 賞ですね。あと当たったのがね、 E 賞のクリア付きスライダーポーチですね。これE 賞です。で後ろには小物を入れると便利だなもと書いてあります。たぬき開発の
小物入れですね。こちら開けると、まあ、小さいものがね入れられるポーチになってます。そしてもう一個がもう一個いい賞が当たりまして、ベル袋のポーチになってます。つぶきちと豆きちが写っているポーチになっていて、これも開けると中に小物類が小さいものを入れられるようになってるんですけど、これがね今年の2020年のミネットゲームズの、まあ、あの一番くじの結果でした。まあといってもあと1週間とか2週間してもしかしたら残ってたら、まあ、もしも残っていたら、まあ、もう一回回しに行ってもいいかなと思ってるんですけど、今のところはまあ他の方にお譲りしようかなと思ってます。まあ正直ラストワン賞のテーブル、あれはね実は狙ってたんですよね。あれ本当欲しいなって思って、可愛くない？つぶきちと豆きち写ってるやつ。ラストワン賞のみんな集まれミニテーブル、もしくはD 賞のレジャー気分なクリアボトルか、C 賞の少し大きな保冷バッグを狙ってたんですよね。でダブルチャンスキャンペーンはね正直めちゃくちゃ確率低いんですよ。こう47都道県あって、その中のセブンイレブンさんとイトーヨーカドーさんと、あと任天堂東京さんか、今年から任天堂東京さんが加わったので、その3つの中からさらに限定30個なんですよ。だから1都道県に1個も当たらないぐらいの確率なんで、1万くじの集まれ動物森ダブルチャンスキャンペーン、まあ当たるかね当たらないかって言われたら結構ねシビアなラインなんですけど、1万くじのダブルチャンスキャンペーンに、まあ、かけてみようかなと思います。まあでもね今年2018年19年と1万くじずっと3年間やってきて、まあずっとね売れ残っていたんで、お店のセブンイレブンさんで回してたんですけど、お店の人もね結構売れ残ってますっていうところが多かったから、まあ今年ねこんなに1日2日でお店からなくなるぐらいに売れてるっていうのは、それだけ動物森が流行ってるっていうことだと思うので、まあ喜ばしいことかなと思います。まあこの動画をね見てる方っていうのは、僕のファンの他にもね動物の森の一番くじってどんな感じなんだろうって思って、まあ、見てる方もいると思うんですけど、一番くじ回せてないっていう方は一人でもね回せることを願っております。というわけでミネットゲームズ2020年の一番くじの結果でした。今回はこの辺でやっておきましょう。じゃあな、バイバイ。